東京九段にあります日本武道館です。今年の柔道日本一を決めます全日本柔道選手権大会が開かれています。重量級の斉藤仁の欠場によりまして、もう一人のエース正木芳美選手の去年に続いての連覇なるかどうかというのが大きな焦点となってきました。今年の全日本柔道選手権大会、各地区の予選を勝ち抜きまして推薦も入れまして合計36人が出てきております。今年の全日本、これから解説を全日本柔道連盟の強化ヘッドコーチの上村春樹さんの解説でお届けしていこうと思います。上村さん、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、本当我々はですね、斉藤正樹という対決を本当期待していたんですけれども、ちょっと残念ですね。そうですね、はい。まあ、今世界で 1,2 番強い男と言われてますからね、はい。まあ、この2人がまあ決着をちゃんとつけて、まあ、どちらが世界一強い男になるかっていうのをですね、ぜひこの大会で決めてほしかったんですけどね。そうですね、まあ、右膝の故障ということで斉藤は欠場いたしましたが、まあ、こうなりますとどうですか、正樹選手の連覇というのは非常に色濃くなってきましたかね。そうですね、まあ、最近非常にですね、はい、まあ、審議体とも充実してて、まあ、一番いい条件にありますからね、はい。まあ、非常に優勝に近づいてますね。そうですか。昨日話を聞きましたら、ちょっと緊張してるんですよというふうな、ね、話をしていたんですがね。まだ余裕があるんでしょうね、そういう言葉が出るということは。そうですか、はい。それともう一つこの大会の興味というのは、体重別ではありませんね。この大会も78から上は148キロの正木まで出ているというふうにね。そうですね、はい。まあ、今体重別がですね、非常に盛んになってきまして、なかなか、はい、ちっちゃい人とですね、大きい人がやりたいことが少ないもんですからね、まあ、これはもう真にその日本で一番強い柔道家を作るってやつですからね。そうですね、小欲大を制す、まあ、そんな場面もあるいは見られるかも分かりませんが、さあそれではここで、正木選手の最初の試合、二瀬との対戦、それからお伝えしました78キログラム級の高野選手と岡田選手の試合をですね、これから続けてご紹介をしようと思います。これが正木選手148キロ相手は日体大三段の90キロの二瀬選手との対戦、これが正木の最初の試合です。2回戦どうですか。最初から正木はですね、かなり気合が入ってたと言いますかね。試合場に上がるときですね、かなり厳しい顔をしてましたし、そうでしたね。まあ、自分でも意識的に気合を入れてるんじゃないでしょうか。はは、まあ、しかしどうですか、気分的にも最初の試合ということで、まあ、どちらかというと硬くなることもあるんですがね。最初の試合中も非常に嫌なんですね。これですね、左からの大外刈り1分5秒で、決めました。全体の流れご覧になって上村さんいかがですか。いいですよ、なかなかね、一回払い腰に入ると見せかけて、それから、まあ、大外側に変化するわけなんですけど、ちゃんと軸足がですね、深く、はい、移動してますしですね、まあ、体調的にはいいんじゃないでしょうか。そうですか。まあ、そのあたりをスロー VTR でもう一度見てみたいと思うんですけれども、こうして、2回戦の最初の試合二瀬を破ったところですが、これ得意の最初は払い腰に入ってるんです ね。払い腰にこれから行こうとしてですね、はい、相手頑張ったところをもう一回溜めて、はい、それで大外刈りですからね。これですね、鮮やかに決まりましての一本勝ち、正木が順調なスタートを切っております。さてこちらは軽量の方です。78キロの高野選手、相手は中村六段、茨城東高校の教諭です。左の中村の方は36歳、この大会出場では最年長、一方の高野の方は78キロでロサンゼルスオリンピックでは5位に入った選手。まあ、小さなその高野がどういう試合をこの、中村に挑むかというのが興味であります。190センチあったんですね、この中村選手はね。そうですね、はい。まあ、高野もですね、もうちょっと下がりすぎたんですね、はい。だからそこのところもマークオスとかにこれ入られてですね、まあ、体をひねって逃れてるんですけどね、はい。まあ、高野も前線しましたが、残念ながら左からの大外、これが有効となりまして、中村選手が勝っております。高野が敗れました。それからもう一人、78キロでは岡田、背番号4番をつけておりますが、この岡田選手が78では相当期待されている人ですね。そうですね、まあ、今年の世界選手権、はい、来年のオリンピックとですね、まあ、有力候補の一人ですね、はい。相手はニーサと118キロあります、三段です。
終始こうして岡田選手の方が攻めてましたね。まあかなり積極的に前に出て攻めるタイプですからね、はい、まあ、非常にこの重量級の相手の選手に対してもですね、はい、いい結果が出るんじゃないでしょうか、ね、そうですか。岡田は20歳で最年少ということ、これからどこまで勝ち上がっていくかね。そうですね、まあ、この重たい選手をですね、はい、どこまで攻略できるかっていうのが今回の話題の一つになるんじゃないでしょうか。そうですね、はい。さあ、今年は去年に続いて連覇なるかどうかというのがこの正木選手でありますけれども、実は試合前に正木選手の話を聞いてありますので、ここでビデオでちょっとご紹介をすることにしたいと思います。どうぞ。正木さん、本当にいい汗かいてるんじゃないですか。はい、はい、徐々に調子上がってきて、今日なんか特に調子良かったです。ものすごく体が切れてる感じするんですよ。そうですね、今日はよく体が動いて、スピードもあったと思うんですけど、はい、これまでの練習で一番注意してる点は何なんですか。先生、もうあとは気抜かずに、自分の持ち味っていうのはやっぱりスピードの方だと思うんで、いろんなスピードをつけるというか、そのスピードよく連携的にもやりたいなと思いながらやってるんですけども。これまでの大会でコンディションとしてはどうですか。そうですね、そんな悪くないと思います。結構いい方です。最近特に試合前よく怪我がちだったもんですから、それから考えるといいです、はい。2連敗のポイントなんでしょう。いや、もうポイントっていうか、守らないということだと思います。攻めて攻めて攻め抜くっていうことだと思います。斉藤さんの欠場、はい、この辺の影響っていうのはあったんですか。そうですね、やっぱりちょっとはないって言ったらおかしいですけども、最近試合もしたことないし、ずっと今までの成績分が悪いですからね、今年こそ勝って優勝と思ってたんですけども、ちょっとそういうところは残念だと思うんですけども、そういうのにあまりもう考えずに頑張りたいです。さて、ベスト16が出揃いました。先ほどちょっとご紹介した78キロの岡田、これから前野との対戦、それから10年連続出場という柴田、頑張っています。それから正木のこれから3回戦の相手は中村です。日陰ベテラン、やはりここまで来ています。あとご覧のような選手ですが、右側の方でちょっと意外だったのは滝吉、重量級の、滝吉が残念ながら敗れております。それから松井、これも10回連続出場、まあ、この辺りは予想通りの3回戦の進出です。さて、これから準々決勝を前にベスト16の戦いが始まります。こちらは岡田博隆、対するは前野秀明です。前野秀明は27歳5段です。天理大学を出て現在旭化成、一方の岡田の方は史上最年少の20歳、右側の方で3段、現在筑波大学の学生です。小さなこの岡田が大きな115キロありますが、この前野に対してどんな攻めを見せるでしょうか。さて、上村さん、この岡田の戦いぶりですね。まあ、先にですね、はい、まあ、岡田かな体重差ありますからね、ここでやっぱ待ってたらどうしようもないんですね、はい、やっぱ先に動いて、足技で崩してそれから担ぐなりですね、まあ、軽なりしていかないといけないですね。なるほど。2回戦では118キロの新里を破って3回戦進出の岡田です。2回目の出場になります。1本です。鮮やかです。今は足をちょっと絡みましたか。大外刈りですね。大外を返しましたね。前のがコストに行こうとしたところをうまく合わせて大外刈りです。そうですか、これ鮮やかでしたね。35秒で一本勝ち、ご覧のように岡田博隆の勝ちです。いや、岡田をちょっと紹介している間にあっという間に、勝負が決まりました。しかし115キロを破った、しかも一本勝ちということ、ちょっと見ましょう。前のがコストに行こうとして、はい、それをうまく合わせて大外刈りなんです。あ、なるほど、ね、これからうまくこう体を乗せていきますね。柔らかいんですよね。それで岡田があの柔らかくて振られないで逆に大外に切り返してるんですね。78キロがですね、115キロを鮮やかに左からの大外刈り、まあ、小欲大を制す、重欲豪を制す、この見本のような、上村さん、試合プレーでしたね。そうですね、はい、赤伊藤選手、白柴田選手、主審
ての試合は伊藤久雄選手と、柴田清明選手の戦いです。ベテランの柴田白い帯、一方赤い帯の方は伊藤久雄29歳、一方柴田の方は32歳。まあ言ってみれば両者非常にこの経験を積んだね、両者の対戦ということですね。そうですね、まあ、2人とも警察官でですね、はい、よく警察大会なんかでやってたんですけどね、誰からの払い腰はダメです。昭和53年から62年まで全日本柔道選手権連続10回出場の柴田、こちらの方は伊藤、赤帯の方です。五段です。滋賀県警の伊藤、一方は富山県警の柴田の戦いです。試合時間が6分、決勝戦だけ10分間です。いわゆる喧嘩四つになりますかね、柴田の方が左ですね、そうですね、それから伊藤選手の方が右組ですね。まあ、今の持ち手からするとですね、柴田の方が有利なんですけどね、はい、まあ、どちらかというとこの柴田は左に強いというふうなことも言われておりますが、まあ、ベテランでありますが、なかなか動きが良くて技の出るそのタイミングといいますか、これも非常に上手い選手と聞いています。柴田、試合は6分間、3回戦に入ってきています。ベスト16の戦いです。右の方の伊藤選手はもう警察柔道界ではどうですか、第一人者という。そうですね、まあ、最近ずっとあのチャンピオンになってますからね、はい、まあ、あの右からの大外、払い腰、小外っていうのがあの上手い選手ですね。あ、そうですか、過去警察選手権では4回の優勝を果たしています。赤い方の伊藤久雄選手、やはりどうでしょうか、この喧嘩四つですからちょっと攻めあぐねているところありましょうかね。そうですね、やっぱお互いに持って、はい、あーっとこれ返した、大内にちょっと行ったところを返し気味。これはしかし技としてはどうですか、まあ、あの大きなポイントにはなりますね、はい、あの何もなかったら判定の材料になります、はいはい、印象点としてはなかなかいいですね、今の返しは ね、上の方が伊藤久雄選手です。京都産業大学を卒業して現在滋賀県警、上に乗ってちょっと返そうとしております。まあ、これから寝技に、ね、寝技に持ち込むというところですか。ちょっと柴田が寝技が不得意なんですね。はーはー、下の方は6段柴田清明、ちょっと不利な体勢に持ち込まれました。なかなか返せませんね、これはね。そうですね、はい、ここであの止まってしまうとですね、縦になりますから、伊藤としては続けていかないといけない、ね、なるほど、おっと返して抑え込み入りましょうか、どうでしょうか。今の肩を決めてるんですね、はい、でそれから足を抜きに行きますから、はい、これ足が抜けたらこれ抑え込みの格好になります ね、主審がじっと見ています。まだ今のところ足は絡んでいる、うんと抑え込み入りました。横四方、横四方に入りました。30秒で一本勝ちということになります。完全にこれを抑え込みましたね。そうですね、伊藤選手がね、まあ、ちょっと上に乗りすぎてるところあるんですけどね、はい、まあ、伊藤の場合抜群な体力してますからね、あ、ちょっと柴田の方は苦戦です。完全に抑え込みの体勢に入ってきました。まもなく20秒になります。あと10秒ぐらい、柴田はもう全く動きません。上の方は伊藤久雄、あ、ここでブザー、一本勝ち、抑え込み、横四方固めです。伊藤久雄が柴田選手を破りまして、これで準々決勝ベスト8進出が決まりました。やはりこの柔道界第一人者らしい試合巧者ぶりといいますか ね、そんな感じだったですね。ただいまの試合、赤伊藤選手の一本勝ち、決まり技横四方固め、試合時間3分23秒。第23試合、赤正木選手、白中村選手。さあ、正木選手が出てきました。これが2試合目、対するは中村仁志選手。試合開始、
2回戦が1分5秒大外刈りで東京の二瀬を破っています。正木です。おっと出足払い、ちょっとふらついた正木、上の方は中村仁志。上村さんどうですか今のは。ちょっとですね、まあ、振られて四つん這いになりましたけど、はい、まあ、正木としてはここでは確実に捕まえていかないといけないですね。はーはーはー、まあ、中村捕まれたら終わりですから、動いていきますからね、はい。なかなかしかしベテランの中村は動いています。36歳、出足払い、これをちょっと小前気味に行こうとしています。中村です。このまま行って縦四方に正木の方が入れるかどうか、体勢としてはどうでしょうか。完全に上の方148キロの正木です。まあ、これはですね、中村が下から引っ込もうとしてるんですね。はーはーはー、はい、中村はですね、寝技の関節技とかそんなうまいですからね。正木も行かないと思いますね寝技には、はい。ご覧のように離れました。ちょっと表情が厳しくなってきました。最初は中村がちょっと言ったあれは出足払いのような感じでしたね。支えつり込み足気味のやつですね。ちょっとぐらつきました正木です。去年に続いて2連覇なるかどうかというのが、この大会の大きな興味になっています。そのこの大会の第2試合目の正木、まだ今のところ自分十分の組手になっていません。左組の正木ですが、左の方どうでしょうか。なかなか取れませんね。果敢に、寝技に誘おうという中村仁志ですが、これは待て。まあ、あんまり今の巴投げをですね、繰り返すと引っ込み注意を取られるんですね。中村もそのことにはまあ考えてやってると思いますけど、やはり正木としてはこの左の方の釣り手ですね。おっと出足払い、どうか、有効、有効です。出足払いから今抑え込みに入った、抑え込みに入ります。うまいですね、鮮やかな連携。なかなかうまいですね。まあ、どちらかというとですね、払い釣り込み足気味にですね、勝って、それから、まあ、細いですからね、はい、ああいうふうに横に振られると非常に弱いんですね。ご覧のように上四方に入りました。完全に抑え込んでおります。有効を取って転がしてからすぐもう20秒を過ぎています。30秒で一本勝ちということになりますが、中村苦戦、下の方で動かず、これで一本勝ち、またまた一本勝ち、抑え込み上四方で破りまして、正木よしみ、ちょっとその中村のあの出足払い気味、支え釣り込み足気味のですね、あの振りにヒヤッとしたところもありましたけれども、やはり第一印象落ち着いてましたね。そうですね、はい。まあ、前回チャンピオンになってますから、非常にやっぱり試合の組み立て方、やっぱり気を見たところがですね、チャンスをつかむのが非常にうまいです。非常に横に振ってから次に寝技に持ち込むあのタイミングなども良かったですね。そうですね、はい。これで順当に正木の方は準決勝、準々決勝進出ということになりましたが、その日にちょっと言いましょう。この得意の出足払いから早いタイミングでしたね。そうですね、はい、うまい払い釣り込み足ですね。試合はトントンと進んで、こちらは日陰信俊であります。対するは花本茂と、もう日陰と言いますとベテラン、過去世界選手権を2度勝って、しかも78キロの方では30歳でなおかつ現役としてこうしてバリバリと頑張っている選手ですね。日陰はですね、はい、まあ、今から何年か前全日本選手権3位になったことがあるんです、はい。まあ、この体でですね、3位になる力を持ってますからですね、まあ、非常にバランスのいい、技のキレのある選手です、はい。そうそう、その3位というのは確か準決勝で山下選手に横四方でね、残念ながら敗れたんですけれども、健闘しました日陰です。30歳、5段、岩手県警。一方は花本茂と、こちらの方も5段、松江第四中学校教諭です。上村さん、この日陰の柔道というのはこの30歳、まあ、ベテランになりながらもなおかつこう若々しいということをよく言うでしょ、ね。ものすごいスタミナをしてるんですね。トレーニングなんかですね、若手の強化選手なんかと一緒に走っても全然汗かかないんですね、はい。まあ、非常に素晴らしいスタミナしてます。一方のこの花本選手ですけれども、まあ、教員の大会で、まあ、常に上位にあるという選手ですね。そうですね、はい。まあ、今まで全日本初出場ですからね、まあ、非常に練習環境に恵まれない中をですね、はい、まあ、本人はイメージトレーニングを取り入れてやってるって言ってましたですね。ああ、そうですか。ちょっと背負い投げに行ったのが花本、一方赤い帯をつけている15番をつけたのが日陰、ベテランの日陰信俊。
モスクワ、そしてソウルの世界選手権、優勝しております世界チャンピオン。さあ、ここは最後ここに鮮やかに決まりました。一本勝ちです。大きく巻き込みました。跳ねながら巻き込みました ね、あの右のですね、あの袖釣り込み腰です。ああ、そうですか。まあ、得意技の一つなんですけどね、はい、まあ、あの場外際に追い込んで、うまく担ぎましたね、いやー、これ素晴らしいタイミングでした。相手のこう懐に潜るような感じで背中を丸めてちょっと巻き込みに鮮やかに決まりました。1分35秒、一本勝ち。釣り込み腰、決まり技は釣り込み腰で、鮮やかに決めました。そのシーンですが、袖を持ってですね、袖から釣り上げてですね、袖釣り込み腰、鮮やかな一本勝ちです。日陰信俊が勝ちました。準々決勝進出を決めております。78キログラム級が勝ちました。さて、大相撲夏場所はいよいよ5月10日が初日ということになりましたが、これは増田大関ですね、春場所大旋風を巻き起こした人ですが、実はこの人は九州時代、福岡時代に柔道をやっておりまして、実はこの全日本に川波選手の、応援で実は駆けつけたという話を先ほどしておりました。高校時代に大変なライバル同士だったようで、今日は応援に行くかということで、ご覧のように増田大関も来ておりますが、川波選手19番、一方は高波義行選手、白い方ですね、21番が高波義行選手です。足をちょっと払いました。まあ、斉藤が本来ならばこの21番の背番号をつけて出てくるところをいわゆる代打出場ということになりましたね。そうですね、まあ、東京は大長欠でしたから、まあ、この高波はですね、非常にバランスのいい、まあ、内股とかですね、オーストラリアなんかかけるんですけど、勘のいい選手です。ああ、そうですか。これも78キロ以下の選手なんですけど、まあ、将来的にはですね、まあ、日本を代表する選手になってきますね。背中が川波信親、三段中央大学を出まして現在九州電力。一方高波向こう側の方は東海大学の3年、この大会が初出場です。三段20歳、全日本の新人体重別78キロで優勝した経験があります。左の内股あるいは大外を得意としております。左組の高波と右組の川波、いわゆる喧嘩四つ、盛んにこの左からの内股に行ってますかね。そうですね、大内側で一回牽制してですね、それから内股入るんですね。まあ、1回戦はこれで綺麗に投げましたけどね、非常にこの連絡技のうまい選手。逆に内股に行ったのが川波、あの内股は本当に鮮やかだったですね。そうですね、まあ、あのお手本通りっていう感じですね。2分3秒で鮮やかに左からの内股でした。確か上村さんが教科書に載せたような。そうですね、大内側からの連絡変化ということでですね、まあ、あの本当素晴らしい技です。はい、川内刈り、大内で落として返そうとしていますが、どうでしょうか。これからあの引っ込み返しに入るんですけどね、やっぱちょっと相手体重ありますから、なかなか帰らないです。現在こちらの方は80キロの高波で、一方は川波105キロあります。100キロを超えております。この大会の平均体重が106キロ。そうですね、まあ、いつもとするとちょっと軽いんじゃないでしょうか。今世界でもですね、かなり大型化っていうのは進んでまして、体重140、50というのはザラにいますからね。どうでしょう、場外待てです。まあ、この川波の場合はですね、あの高波の場合ですね、あの非常に大内刈りからの連絡変化がうまいんですね。あ、そうです。川波と高波の対戦もちょっとややこしいんでありますが、あっと内股、右からの内股に行ったのが川波、向こう側は高波、背負いに入りますがこれはダメ。返して抑え込もうというところですが、赤い方の川波ですが、しかし待て、中央に戻されます。行動間規定によって行われます試合の方は6分、延長はございません。
必ず優劣がつくことになっております。決勝戦だけ10分間の試合ということになっています。今年の柔道日本一を決めます全日本柔道選手権大会、現在3回戦に入っています。ともに左打ち股と右打ち股というのが得意技のようでありますね。そうですね、はい、だからお互いに今知ってますからね、そう簡単に入らせてくれない、はい。まあ、お互いに初出場ということで1回戦少し硬くなってましたですけどね、まあ、この大会に出るっていうのはですね、まあ、みんな柔道をやってたら一応のですね目標になってくるんですね。あでしょうね。だからこの1回戦の壁を破ったらですね、まあ非常に気が楽になるんですけどね、はい。上村さんは過去2回全日本チャンピオンに輝いています。まあ、それでもこの1回戦というのはもう硬くなるんだそうですね。そうですね、もうこれもうビリビリに緊張しますね。そうですか。まあ、それよりこの予選をやるときが非常に、あーっと内股はどうか、ダメ。まあ、今の内股はですね、いいタイミングで入ってるんですけど引き手が効いてないんですね。あそこで左の方のですね、引き手をぐっと引いたらですね、相手がひっくり返ってくるんですね。残りが2分30秒ぐらい、6分間で行われます。ちょっと膠着状態という感じになってきました。赤い帯の方が川波の内か、こちらの方は26歳三段、同じく三段東海大学3年の高波義行、斉藤に代わっての代打出場ということになりました。176センチ、現在体重は80キロです。試合時間はもう残り2分ありません。なるほど、今のようにちょっとこう小打ちで牽制しながらお打ちに入っていくという、あれですね。なんか大きいやつを倒すときにはですね、はい、やっぱり一発の技で取るって非常に難しいんですね、はい。なんかああいうふうにですね、相手を一回大打ち返りとか小打ち返りで崩して、はい、それから大技に持っていくのが一番いい攻め方でしょうね。でもう一つはですね、はい、まあ、相手をですね追い込んで追い込んでチャンスを作り出していかないといけないんですね。やっぱりこんだけスピード化された柔道の中ではですね、はい、どうしても待って、チャンスをつかむタイプっていうのは非常にやっぱり勝ち味が遅くなります。そうすると負けにつながってくるんですね、これ。はい、まあ20歳という若さですから、まあ、一つここは ね、どんどんこう攻めてほしいなという気もするんですがね、これは場外です。どうですか、このマスラオ関の方もちょっとじりじりしながら川波選手の、ね、試合っぷり見てると思いますが、お前3回は勝てよというふうに言ったと、話をしていたマスラウデキですが、現役時代は圧倒的に川波の方が強かったよという話でした。膠着状態、寝技に持ち込もうというところでしょうか高波。しかしダメです。待て、もうすでに1分を切りました。残り時間あと55秒ぐらい。お互いにちょっと技が出なくなりましたね。ちょっとやっぱし、はい、意識しすぎてますね。あ、そうですか。はい、まあ、若干高波がですね、大内刈りなんかのポイントでリードしてるっていう感じを強く持ってますからね、高波の方がね、はい。残り時間がもう30秒を切っております。高波の義行、これから川波信近、ありません。10秒切りました。まもなくブザーが鳴ります。ここでブザーが鳴りました。高波と川波の試合が終わりました。僅差判定に持ち込まれまして、ご覧のように白旗2本白、こちら高波義行が勝ちました。東海大学3年斉藤に代わって出場した高波がご覧のように勝ちまして、準々決勝ベスト8進出を決めております。さて今度はベスト8の激突、いよいよ
準々決勝の開始です。まずは岡田と伊藤の対戦、80キロの岡田、これが赤帯の方、一方右の方が伊藤久男、こちらは113キロあります。上村さん、80キロの岡田がここまで進んできましたね。そうですね、はい、まあ、ぜひですね、ここ破って3位ぐらいに上がってほしいんですけどね、そうですね、先ほどあの岡田は見事な大外刈り、あれは35秒ぐらいだったんですか、前の選手をね、綺麗に入りましたね、綺麗に入りましたね。いや、まさにこの勝翼台を制す見本のような鮮やかな左からの大外刈りを決めました岡田。対するは伊藤久男、まあ、警察柔道界の第一人者、過去4回の優勝を飾っていますが、これが7回目の出場。右からの内股、5段です。岡田はここで引きつけないといけないですね、はい、まあ、間合いをなるだけ取ってですね、まあ、足技で崩してということにいかないとしんどいですね。そうですか、相当にあの伊藤の方はこうやって左の方から引きつけてますね、まあ、これだけの体重差があるわけですから、30キロ以上ですもんね。そうですね、はい、まあ、あの非常にですね、30キロってこのクラスの30キロって非常に大きいですからね。そうでしょうね。その30キロ差をものともせず岡田がどんな試合を見せていくか。岡田博隆、筑波大学の学生です。去年の10月加納杯で決勝で高野を破って、78キロで優勝しました。78キログラム級のホープです。期待される岡田博隆、右の方は113キロ伊藤久男。左の方で完全に引き手、相手を引きつけている伊藤久男、右の方もかなり後ろの方奥襟を取っています。引きつけの力が厳しいですから、なかなかタイミングよく相手の懐にこう岡田が入るというわけにいきませんね。そうですね、まあ、相手をですね、崩してないんですね。伊藤をですね、もう少し動かしてですね、岡田は攻めないといけないですね。そうしますと小内、小外、大内、このくらいでちょっと崩しながら。そうですね、はい、まあ、足技で崩すのが一番早いですからね。そうですか、まあ、伊藤としてはですね、完全に一発を狙ってますね。あ、そうですか、右の方の奥襟を取る179センチの伊藤久男、29歳、もうベテランになりました伊藤です。現在滋賀県警、小外、うん、こういう技ですね。そうですね、はい、まあ、こういう風にですね、前にどんどん出ながら攻めていくとですね、活路を見出すことができるんですね、はい、去年でしたっけ、あの160キロある渡辺皇宮警察の渡辺に前線して、大内刈りで、ポイントで勝ちましたですね。あ、まあ、柔道の醍醐味をその見せてくれるかどうか岡田です。なるほど、伊藤久男の方はじっくりと右の方の奥襟を取って、右からの内股、あるいは払い腰当たり狙いですかね。そうですね、はい、ただですね、岡田は勘のいい選手ですからね、はい、迂闊に内股に行くとすかされますね。あ、そうですか、はい、向こう側が岡田、待てです。伊藤の方は村上、それから柴田と破ってこのベスト8進出。左の方はこれが2回目の出場になります、今大会最年少20歳の岡田博隆。去年は2回戦ご紹介したように80キロ差もある皇宮警察の渡辺に優勢勝ちをしています。少しずつこう左足が出るようになって牽制をし始めましたね、岡田の方がね。今度はちょっと大内気味、一発を狙います伊藤。左の方の引き手十分です。相当に半身になっている岡田、左組み、一方右組みが伊藤。ちょっと体落とし気味でありますが、これは場外。なかなかこうして見るとこのガッツになりそうな選手ですね。ね、あの外国に連れてってもですね、全然物怖じしないしですね、この前あの韓国で、まあ、先週合宿やったわけなんですけど ね、まあ、岡田なんて、まあ、積極的に重量級の選手ともやってましたですけどね、はい、まあしかし小さな人はもうそれだけガッツが人一倍ないとね。そうですね、まあ、比較的気の強い選手が多いですね。そうですか、なるほどね、また小外をちょっと見せました。うんと、これを返そうとしています。残りは2分となりました。なかなかこう伊藤が一発にいけませんね。あのいいところ持たさないですね、岡田が。
まあ、完全にあの両襟を持たせてますからね相手に。と伊藤としては左の方の引き手はどの辺を握ったらいいんですか。まあせめてですね、脇の下あたりを持ちたいところですね。つまりそれだけ脇の下でしたら距離がありますから、引けばそれだけ横に回転するということです ね、 そうですね、岡田の体がね、あの両襟じゃ引かないんですね。距離が狭いわけですからね、感覚が。ただ岡田は持たさないですね。このあたりは考えています。やはりこのまた足技に行きます。今度背負おうとしています。80キロが113キロを背負おうとしましたが、これはダメ。待て、なかなか気合いの入っている岡田博隆です。まあ、どうしてもこの小さい人はスピード、それから連続技 ね、 そうですね、これが大事になってきますもんね。ただ伊藤はですね、ちょっと今日あの雑なんですね、試合が。今の背負い投げなんかをですね、完全に返すチャンスがあるんですけどね、そのままにしているんですね。年齢の方は29歳になりました、伊藤久夫です。残りは1分。惜しい。これはどうか、有効。これはうまい、鮮やかです。ちょっと小外気味に一回でさっとかけました。相手の状態が伸びたところ、左の方の大内刈り、これは有効ポイント。うまいですね、このあたりは。うまいです。一回ですね、大腰に人に仕掛けて腰を伸ばさせたところ、うまく大内刈りできた、ね、なるほど。状態が完全にあの伊藤が突っ立ちましたもんね。状態が伸びたところを左、鮮やかに大内刈りで落としました。これが有効ポイント。まあ、ここで伊藤をですね、このまま破るようでしたら、今年の世界チャンピオンのメッチも非常に出てくると思いますね。そうか。いやいや、しかしなかなかうまかったですね。非常にタイミングのいい技を出しました、岡田博隆です。ただこれからあんまり逃げたらいけないですよ、岡田は、逆にね、やっぱ攻めることをですね、考えながらいかないと一発食います。左の方の伊藤顔は大きな内股に行きました。まあ、伊藤の方がちょっとへばってますね。あ、そうですか。残りはもう22秒ぐらい、22秒で時計が止まっています。有効ポイント、大内刈りで落として岡田博隆が現在のところポイントリード。鮮やかに牽制しながら相手の上体が伸びたところを鮮やかな左の大内刈り。さて伊藤としてはもう残り時間がありませんから、もう一発を狙いがいなーっといった。どうだ、払い腰は場外か。場外です。いや、これは中に入ってるんですけどね、まあ、有効まではいきません。有効までいきませんでしたか。あれは両襟のせいなんですね。まあ、引き手が効いてないから相手が回転しきる。なるほどね。しかし岡田としてはちょっとヒヤッとしました。さあ、残り時間はもう10秒を切りました。もう一回大技に行きます、伊藤久夫です。これはどうか。待てです。もう残り時間がほとんどありません。現在のところ有効ポイントを一つ取っているこちら岡田博隆。もう時間がありません。あ、ブザーが鳴りました。80キロの岡田博隆が見事に113キロの伊藤久夫を下しました。ベスト4進出です。こうなりますとこの後は正木が出てきますが、正木と対戦する可能性が非常にこれ、そうですね、強くなったわけですね。左からの大内刈りで有効を取って、この岡田博隆が勝ちました。ベスト4進出です。まあ、あの78キロ以下の選手がベスト4進出するのは日陰以来ですからね。あ、そうですね、あの日陰が第3位に入ったことありますが、さあそのシーンですが、これどうですか、ちょっと小内気味にいってるんですか。一回ですね、あの大腰気味にいって、大腰で入ってるんですね。一回足を小内に行って引っ掛けて大内刈りなんですね。これ状態が完全にあの伊藤の方は突っ走りましたね。うまくですね、相手を後ろに重心を生かせてやってますね。岡田が準決勝進出を決めました。その岡田と対戦する相手を決めるのがこの試合であります。もうおなじみの選手が出てきました。2連覇を狙う正木、右の方は日陰。さあ試合開始。正木はいずれもこれまで一本勝ち。日陰もなかなかベテラン30歳、いい動きがいいこの大会です。これがちょっと支え釣り込み気味ですか。そうですね、今のがね、これは出足払いになりますか。これから潰しにかかります。正木上に乗りました。下の方はベテラン世界チャンピオン2回経験している日陰、一方上の方は、おととしのソウルの世界選手権のチャンピオン、そしてユニバーシアードも優勝しました。
怪我をしてあのユニバーに出てきたあたりから正木がずっとこう力をつけてきました、自信をつけてきましたね。まあ、怪我をしてですね、もう技をかけれない状態で優勝したと、あれが非常にやっぱ成長させましたね。そうですね。まあ、その後に世界選手権で、まあ、あの斉藤の代役で出て無差別級を制してですね、まあ、あれで本当精神的にももう大成長しました。まあ、この大会はもう一人の言う斉藤仁人の対決かと思わせましたが、斉藤が欠場となればこの正木の2連覇というのが非常に濃厚になっていますが、相手はしかしベテラン、なかなか柔道のうまい日陰、やはり正木としては左の方を取ってまず取るということでしょうかね。そうですね、まあ、引き手を取ってですね、相手の動きを止めることなんですね、はい、まあ、あの日陰の場合はですね、止まったら終わりです、はい、もう正木の払い腰で持っていかれてしまいます、はい、両者に68キロの差がありますね。はい、支え釣り込み足ですかね。そうですね、うまいですよ、正木が出ようとするところをですね、うまく支えています。ちょっと崩れましたね。今のように出ようというところをこう支えのようなもので崩されますと、まあ、本来こう出足で取る正木の方としてはちょっと影響出てきましたね。そうですね。なかなかしかし積極的、ちょっと大外に行ったのを返しました正木でありますが、今のところはどうですか、日陰の方がちょっと攻め勝ってますか。そうですね、まあ、攻めてますけどね、まあ、日陰は止まらないようにしなくちゃいけないですね。78キロ、日陰、まあ、攻撃型柔道したい、もうとにかく激しく動いて多彩な技を繰り出して勝機をつかむというタイプの日陰信俊、右の方は2連覇を狙う正木よしみ。なかなかこのうまく整体させませんね、あーと大外大外大外張り落としましたが、しかし場外豪快にしかし正木の方が出ていきましたが、2本一緒に借りましたね。まあ、止まったらあのように取られてしまうんですね、はあはあ、さあ試合再開、試合時間は6分です。徹底して動いている日陰、まあ、30歳ではありましたが、このスタミナという点では十分の日陰です。これが得意のちょっと出足払いのような格好ですかね。整体してますからですね、まあ、あの払い釣り込み足になってますね。あ、そうですか、はい、本来得意はあの左からの払い腰、あるいは払い巻き込み、左からの技得意の正木でありますが、まあ、このところ大内刈りなども研究をしているようです。日陰が、まあ、今のところちょっと動き勝ってるというところですが、ちょっと巻き込み気味に行きました正木。日陰は前線ですね。そうですね、はい、よく動いてよく攻めてますね。まあとにかくソウルとモスクワの世界選手権チャンピオン、全日本柔道はこれが5回目の出場、山下と争って準決勝山下に横四方で敗れたのが昭和57年、第3位に入った実績があります。78キロ級、落とされた、ちょっと足が揃ったところを落とされました日陰。上の方が日陰、下が正木です。今はどうですか、今のはですね、ポイント的には正木が支え込み足行こうとしたところ、小内側に入れ返したんですね。逆にね、これポイントになりますか、効果ぐらいありますね。あーはー、そう言いますとこれ相当ポイントとしてはありますね、日陰にね。残り時間はどのくらいありますか。2分42秒ですか。2分42秒あります、まあ、ただ正木は一発を持ってますからね、はい、まあ、捕まえたら、正木のもんなんですよね、はい、まあ、徹底してあの左の方の手を嫌っているこの日陰、この辺りがうまいですね。こうしてあの袖を持ってますね、完全に持たさないようにしてますね。あ、そうですね、日陰がなかなか考えた、攻め手を作っています。あっとどうでしょう、ダメ、左からの払い腰はダメ。ただここで残り時間がまだ十分にありますから、正木としては焦りが禁物ですね。そうですね、やっぱりここで冷静にですね、はい、あの立ち向かわないといけないです、はい、どうしてもですね、まあ、場内も観客、日陰がですね、何かするとわーって言いますからね、それに乗せられたらいけないですね。そういうことですね、まあ、ここで落ち着いて自分の柔道ができるかどうかが、これは世界に当然通じてくるということですからね、さあどうでしょうか。しかし日陰がなかなかうまく取っています。なかなか左の方を取らせません。下がってご覧のような相手の方の襟を取るような格好になりました。また落としました。残りは2分、残りが2分となりました。左の奥襟が取れないもんですから、逆にあの日陰の方の左の方の襟を取るような形に追い込まれてしまいますね、正木がね。2分を切っています。今のところ
ょっと日陰の方が動きがいい、ポイントリードしているか。有効ポイント以上はありませんけれども、今のところは日陰の動きがなかなかいいようです。正木ちょっと苦戦か。残り時間は1分40秒。正木得意の左からの払い腰が出ません。左が取れません。ご覧のような左の取り方。もう一回した。お外、お外、落とした。うん、どうか、技ありだ。技ありか。ああ、一本になりましたね。一本になりました。最初横にしていたこの中村主審でありますが、副審が2人とも1本手を上に上げました。左からの強引な大外刈り、正木が勝ちました。しかしこの日陰大連戦でした。大きな拍手です。これはもう日陰に対する拍手なんですね。ああ、そうでしょうね。もう日陰によくやったっていう。いやー、よくやりました本当にね。78キロ日陰の武藤、なかなか第一人者の正木吉美に対して大健闘でした。左からの大外刈り、まあ、強引に相手を抱え込んで体を浴びせたという。そうですね、まあ、やっぱり止まってしまったらですね、引っ掛けられたらもうちっちゃいのはどうしようもないですからね。そうですね。どうですか、全体にこの正木の動きの中に焦りのようなものはありませんでしたか。うん、やっぱし気を見てかけるのはうまいですね。持たさなきゃ持たさないなりに攻め方をしていきますからね。あ、これこれ、大外に行って体重をもう一回踏み込んで乗せてですからね。なるほど、これから落としてます。大外落としですか。なるほど。もうとにかく根ごとにドスンと持っていくという感じのね、試合ぶりでした。正木がベスト4進出を決めました。主審古賀武史審判員、副審岡本審判員、同じく竹内審判員。さて今度は岡田隆二選手と高波義之選手の対戦です。ベスト4をかけます。ベスト4、この後の準決勝の第1試合は78キロの岡田と正木の対戦ということになりました。こちらは岡田隆二と高波義之の対戦です。23歳、上の方が岡田隆二、赤い帯の方は東海大学3年初出場の高波義之。岡田の方が120キロ、一方高波の方は80キロ、40キロの差があります。足を払います。まあ、この岡田側の竹吉の時もそうだったんですが、それからその後の試合もどうでしょうか。抑え込み入れそうですね。横四方で、はい、肩を決めて足を抜いて、横四方の格好、下の方は高波義之、80キロです。上の方に120キロがのしかかりましたが、どうか。おっと、しのぎそうです。もう一度のしかかります岡田隆二。横四方の格好、縦四方の格好に入ろうとしておりますが、どうでしょうか。ちょっとまだ上半身が甘いんですね。ああ、そうですか。はい。今のところまだ。完全に決めたらですね、足も簡単抜けるんですけどね。まだちょっと抑え込みの完全な格好に入っておりません。120キロが上からのしかかっています。どうですか。まだですね。まだですね。岡田は滝吉、それから羽賀と下して、この準々決勝進出。高波は斉藤仁の代役として出てきました。三段20歳、この大会が初出場であります。赤い帯の方、外と落とした、ね、これはいい。有効を取りましたね。うまくですね、相手の、まあ、軽量をついてですね、コストがけに引っ掛けて体を浴びせてっていうことなんですね。なかなかしかしこう器用なところもあるんです ね。ちっちゃいのをですね、あしらうのは非常にうまいです、この岡田は。ですね、岡田はね、今の小外が有効になりました。岡田隆二、有効ポイントを取っています。準決勝の方の第1試合は正木がまあ勝ちましたが、日陰の大健闘が目立ちました。正木と岡田の対戦が決まっています。もう一つのパートの方の対戦相手を決める試合です。岡田隆二と高波義之の対戦。どうでしょうか。抑え込みの体勢に入ってきました。足の方はまだ抜けません。上の方が120キロ、岡田。し
しかし下の高波の方もよくこう前線しますね。粘っこいですね。まあ、あの重たいのに乗られるとですね、もう大体諦めてしまうんですけどね。いや、そうでしょう、もうなかなか諦めませんもんね、こうしてね。ああ、これしのぎました。うまいですね。ああ、待て、もう何かこう呆れたという感じで岡田龍二の方が仰向けになってしまいましたけれども、あれだけ上から攻めながらなんとしぶといやつだと、そんな感じであります。こちらは高波義行、176センチで80キロ、左からの内股あるいは大外刈りを得意としているんでありますが、その技は出ておりません。こちらは岡田龍二、近畿大学を出まして、現在近畿大学です。この大会が初出場。60年ですから、去年おととしの11月の全日本学生で大阪で行われた大会で優勝をしています。こちらの方は全日本の新人体重別78キロで優勝した経験があります、高波義行です。まあ、将来やはりこの人も78としてはどうですか、まだ20歳ということから言っても、期待される人ですね。そうですね、はい。まあ今年の世界選手権にはですね、まあちょっとまだ無理かもしれませんけど、その次ぐらいからはですね、当然出てくると思います。あ、そうですか。残り時間は2分45、6秒というところでしょうか。今日は78キロ以下クラスの3選手が非常に活躍してるんですね。あ、そうですね。岡田と、それから高波ですね。まあ、高野は残念ながらね、敗れましたけれども、ね、まあ、ベスト8にですね、3人も入るっていうのは非常にもう頼もしい限りなんですけど ね、まあ、逆に重量級何してるっていう感じなんです。ちょっとお隣で上村さんもやや首をかしげ気味でありますけれども、いや本当そうですね。さて上の方でありますが、岡田龍二78キロが本当に大健闘、特にその拍手を浴びたのはあの日陰、真先に対して本当によく攻め立てました。この岡田が抑え込みの格好に行こうとするんですけども、本当粘っこいですね、この高波は。完全にですね、よく寝技を知ってますね、どこを守ったら抑えられないかというのをよく知ってます。残りは2分となってきました。また小里に行きます。まあ、あの体重差がなかったらですね、今のコスト掛けなんてですね、まあ、高波でしたら内股に変化して持っていくんですけどね、ちょっとやっぱ体重が差ありすぎますね。まあ、とにかく重いですからね。残り時間が1分25秒ぐらい。今のところ小里で落としたあれが有効ポイントになってますので、岡田龍二の方がポイントリード。背中21番が高波義行であります。東海大学の3年、この大会が初出場。盛んにあの右からの足を出します。岡田龍二、本当120キロにしては、あの今のようなこの小技といいますか、足技といいますかね、うまいですね、器用な感じがありますね。二段掛けもしてますね。はあはあ、残りは1分になってきました。また抑え込み、これ締めを狙いたいところなんですけどね、はい、やっぱし相手あの高波の守りがうまいですね。硬いですね、本当にね。膠着状態、待てです。残りは43秒です。落としましたが、これは待てポイントにはなりません。残り時間は30秒切りました。どうやらこのまま行きますと岡田龍二がベスト4進出の可能性が非常に強くなってきました。初出場でそうなりますとベスト4進出になります。去年の12月の世界学生柔道選手権ブラジルで行われましたが、準優勝の岡田、このところずっと上位に、国際試合でもベースト対抗などでも、それから勝利会国際学生柔道でも、上位に来るというふうに安定してきましたが、ここでブザーです。
有効ポイントが決め手になりました。岡田龍二の優勢勝ちということになります。ご覧のように岡田が、高波義之を破りまして、岡田龍二初出場でベスト4進出を決めました。白岡田選手の優勢勝ち、内容有効。さてそのポイントになりました、これ上村さんね、右の足かけてですね、体重パッと浴びせるんですね、はいはい、小外崖、小外崖、ね、落としましたね、うまくね。赤本谷選手、白松井選手、主人交代。さあベスト4に進出する3人の選手がもう決まっています。岡田将生、岡田最後の座をめぐって今このマットでは松井と本谷の対戦です。右の方が松井勲、左の方が本谷金次郎、ベテランの対戦、30歳右が松井、同じく30歳の左本谷。松井が130キロで本谷金次郎の方が103キロ。松井は先ほどあの3回戦で吉川との対戦だったんですけども、ちょっと苦戦しまして、まあかろうじて横四方では破りましたけれどもね、ちょっとスタメンの点がやや不安だなというふうなことがありましたけれども、早々にも指導ですか。教育的指導ですね、はいはい。すでにこの前に岡田龍二が勝っておりますので、準決勝の第2試合で岡田と対戦するのはこの勝者です。松井が払い腰に行きます。松井、左の方が本谷金次郎、10回目の出場になります。松井勲、まあこの全日本では無視的な存在となってきました松井勲です。まあ山下時代というのが本当に長くて、昭和52年から60年までの9連覇なんですけれども、その中で常に前線してきた、まあ、壁は破れなかったんですけれども、前線してきた松井勲、57年は山下に敗れて準優勝、これまで5回の3位があります。一方は向こう側、本谷金次郎です。寝技のうまい選手、やはりこれもお互いのその手の内を知っているというようなところあるんでしょうね。そうですね、まあ、あの2人ともですね、まあ、強化選手は今外れてますけど、はい、まあ、以前強化合宿なんかでしょっちゅう練習やってましたし、はい、まあ、手の内は全て分かっているはずです。あ、そうですか。今日は全日本柔道連盟強化ヘッドコーチの上村春樹さん、に解説をお願いしております。上村さんは48年と50年のこの全日本のチャンピオン、それから1975年ウィーンで行われた無差別級の世界チャンピオンに輝いたこともございます。この重量級というのはどうしてもこのどうです上村さん、膠着状態になりますと ね、 そうですね、動かなくなってしまうんです ね、 まあ、特にですね、2人はまあベテランですしですね、まあ、あんまりその、あ、指導行きました。そうですね、はい、やはりちょっと消極的というところですね。なんかあの、まあ、世界の中ではですね、はい、もっとあの指導は早いですからね、国際ルールになってきますと、だからこんな風な試合をしているとですね、もう当然今までしたらもう注意ぐらいまで与えられてますね。行ってしまいますかね。あーっと寝技に引っ込もうというところです。思いか、あるいは占いかに行こうと思ったんでしょうかね。あの捨て身技ですね。捨て身技ですか。あの浮き技に行こうとするんですけど、松井が重たいから、なかなか入れないですね。相手の懐でちょっと動こうとしている本谷金次郎ですが、まあ、なんせとにかく、松井の方は130キロ、動きません。去年は準決勝で正木に敗れました、松井です。払い腰2分3秒。ベスト4をかけます。松井と本谷の対戦です。
これが4回目の本谷馬出場で、まあ、警察界ではもう常に上位と安定している人です。ただこのところの戦績を見ますと、去年の6月全国の警察選手権の準優勝、それからもう少し大きな大会では加納杯、57年、11月日本武道館でありますが、95キロ以下で第3位に入った実績があります。これどうもいけませんね。残り2分になってきておりますが、またいきますかね。これそうですね、指導合わせて注意、共に注意ということになりましたね。まあ、お互いにもう手の内が分かっているだけに攻めづらいと、動けないんですかね。まあ、それとやはりちょっとこの年齢的なものもあるんでしょうが、このスタミナの問題もあるでしょうね。2人ともそれはよく考えると思いますね。共に注意ということになっています。注意ということはまあ有効ポイントを共に取られたと同じということです。膠着状態になってきました。ベスト4の最後の1人を決める試合、松井と元谷。これは何をしようとしてるんですかね。ちょっと小内をかけようと、ね、行こうとしてるんですかね。左からね。これはうまく落としますね。おーっと、うまく落としました。得意の寝技に持ち込めるか。しかし相手は130キロ、一方元谷の方は103キロ。ちょっと帰らないでしょう。いや、松井の方は足をバタバタさせています。逃れました。行かないでしょう。ちょっと無理でしょうね。もう50秒を切りました。上の方が元谷です。今度は足取り固めか何かに行きましたか。関節技に行ってますか。足固めかなんかですかね。足固めを狙おうとしてるんですけどね。左の肘ですね。大丈夫なようですね。残り時間は35秒となってきました。どうでしょうか。こういう注意を2つ与えられましてね、注意を与えられまして、動きとしては元谷の方が少し良くなってきましたか。そうですね、元谷の方が積極的に出てますね、はい、出てますね、今のところはね。30秒を切っています。右松井、左元谷。松井ももう足が出ませんね。かなりもうやっぱ疲れてます。そうですね、やっぱ1時ほどからすると練習量はもう10分の1ぐらいになってるんじゃないでしょうかね。そうかも分かりませんね。この大会試合時間は6分です。ちょっと息の上がっている感じがある松井ですが、ここでブザーが鳴りました。さあどうでしょうか。僅差判定に持ち込まれましたが、これから判定が出ます。分かれました。白赤分かれました。主審は赤の方です。元谷金次郎、松井勲を破れました。注意を受けてからの元谷のあの攻めがやはりちょっと積極的だったということでしょうかね。そうですね、はい、目幅に突っ込んだりですね、まあ、そういうところが構成点とみなされたんでしょうね。そうですか、はい。松井が敗れましたが、ちょっとスロービデオで見てみましょう。これはこれもう落としに行ったんです。攻め技に行ってるんですね。そうですね、それからもう一度落としに行きますね。まあ、この辺りでしょうかね。松井が敗れましたね。そうですね、まあ、ちょっとスタミナ不足っていうところですね。まあ、攻めれないで、もう攻めたい気持ちはあるんでしょうけども、はい、足が出ていかないでもうやっぱ僅差取られてしまいましたね。なるほどね、はい。さあこれで、ベスト4が出揃いました。岡田と正木の対戦、それから岡田と元谷、この対戦がすでに決まっております。放送席、はい。スタンド下にあります選手の控え室なんですが、控え室ですね、はいはい、紅白の幕がありますね、この中に実は五越同州で各選手がくつろいで、そして出を待ってるんですね。ほうほう、まあ、思い思いのスタイルで、まあ、寝そべる選手、あるいは精神周一を統一を図ろうということで深呼吸をする選手と、まあ、いろんなスタイルがあるんですが、試合上のあの顔つきと全くこの場では様子が違います。まあ、軽く汗を流す選手もおりますし、大鏡の前で気合を入れてよしという声をかける選手もおります。
まあ、緊張とそして安堵感がこう交錯してるんですが、試合が終わった後、今まで戦っていた選手同士がありがとうございます、いや君の引き手は強くなったねというような会話も交わされますし、先ほどあの今日は山田さん、あの軽量の選手が割合頑張ってますね、78キロがね、で日陰選手もね、はい、帰ってきて、まあ、斉藤選手の分まで頑張ったと、つまり国士舘の同走ですね、そうですね、でなんとか正木選手を苦しめたいという話をしてて、大変満足そうな表情でですね、にこやかに話してくれました。そうですか。一方の正木選手は厳しい表情で、うん、何を聞いても一言も話してくれませんでしたね。そうでしょうね、はい、はい、いや上村さん、本当にそれぞれの表情があるもんですね。そうですね、まあ、逆に正木は自分を戒めるために喋らなかったんでしょうね。そうでしょうね、はい、というあの控え室のリポート杉林アナウンサーでした。さてこの試合場の方では、少年たちの演技が行われているところです。上村さんにちょっとお話を伺いながらね、この様子を見ていきたいと思うんですけれども、まあ、これは打ち込みと言いましてですね、はい、まあ、技の基本を作る動作なんですね。ははまあ、これがですね、打ち込みの方がしっかりしないと相手を投げることはできないんです、はい、まあ、この前にあの受け身の練習などがちょっとありましたけれども、最も基本的な部分の練習ということですね。そうですね、はい、まあ、いかにこのちっちゃい頃にですね、基礎を確立してから、それから応用編に入れるかというので、まあ、伸びるか伸びないかが決まってくるんですね。講道館少年部の人たちで小学4年から中学2年生までの子どもたちですね、10人が出まして、ご覧のように試合場で演技を披露しているところであります。そして、ベスト4が決まりまして、いよいよこの全日本選手権も煮詰まりまして、決勝戦へと進んでいくだけです。参加選手36人が4人に絞られてきました。いよいよ準決勝第1試合、正木と岡田の対戦、148キロの正木と80キログラムの岡田の対戦です。準決勝の第1試合、2連覇を狙う正木、一方78キロというこの軽量でも大健闘、投手から前に出た岡田。上村さん、岡田が頑張ってますね。もう今日の目玉ですね。いやいや本当そうですね。今のも小内刈りで脅かして大内刈りに変化するんですね。非常に足技も高い、スピードがあります。相手の足をちょっと手で取るような器用なところを見せています、岡田博隆。これまで重量級の伊藤を破り、なかなか健闘している78キログラム級岡田博隆です。一方は正木、この前の試合は日陰にちょっとヒヤッとした場面がありましたが、そこはやはり実力者、この大外を落としていきましたが、一本か、払い巻き込みですね。払い巻き込み、得意の払い巻き込み、左から鮮やかに払い巻き込みです。正木の一本勝ち、43秒で決着がつきました。岡田の速い攻めも正木に通用しなかった。そうですね、そんな感じの、まあ、掴まれてしまったら終わりだって感じですね。そうですね、しかも岡田はよく健闘しました今日、はい、2連覇に向かって前進する正木、これで決勝戦進出、まあ、予想通り決勝進出をしましたが、さあその一回岡田が止めたところを払い腰から強引に巻き込んでますね。そうですね、これはあの正木最も得意の手でしょ。そうですね、はい、まあ、ちっちゃい少々無理に入ってもですね、はい、まあ、軸足が安定してますから持っていきますね。あ、そうですね、鮮やかに持ってきました。裏返しになった岡田、しかし岡田の健闘が目立ちました。予想通り正木が決勝戦進出を決めております。まあ、正木としてみれば日陰にねちょっとヒヤッとした場面がありましたが、残り少なくなってきたところで左からの外で強引に、まあ、かけ倒した感じがありますけれども、全体の流れ通じましてそれほど焦っているというふうな感じはなかったように思いますね。チャンスは確実に掴んでますね。
さて決勝戦、まず正木が進出を決めましたが、これから、決勝戦進出を決める準決勝の第2試合、元谷金次郎と岡田龍二の対戦です。主審岡本さん、それから副審が古賀さんと園田さんで行われます。岡田龍二と元谷金次郎の対戦、勝った方が決勝戦進出。元谷金次郎の方が右です。左が岡田龍二。寝技得意、元谷がその寝技に持ち込もうとしております。落としてからこれを返そうとします。元谷です。この大会が4回目の出場。しのいでいる岡田龍二、どうでしょうか。抑え込み入りました。抑え込み入りました。完全に固めようとしています。元谷金次郎の方が上、得意の抑え込みに入ってきました。完全に肩の方も決まっています。下の方は岡田龍二、岡田龍二は120キロ、上の方の元谷は103キロであります。103キロが抑え込みにかかりました。上四方にかかっています。ちょっと崩れ上四方のような格好でしょうかね。そうですね、はい、上四方固めです。はい、ご覧のように完全に固めに入りました。30秒で一本勝ちということになります。ブザー一本勝ち、崩れ上四方固め、元谷金次郎が勝ちました。岡田龍二を破りまして、この元谷が決勝戦進出を決めております。警察界では本当にこのところ上位に安定している人、この決勝戦進出は得意の寝技で決めて、いよいよ正木との対戦ということになります。元谷が決勝戦進出を決めました。この前の試合と比べますとですね、ちょっとこの動きが違うような感じでしたね。やっぱりよく知った相手なんですね。よく大阪府警で、だから岡田が出ようとするところを巧みにですね、倒して、それから寝技に持っていく、得意のパターンですね。そうですね、こうして元谷が決勝戦進出を決めたわけであります。さあこれで、決勝戦の方は元谷と、そしてこの大会2連覇を狙うという、正木よしみの対戦ということになりました。さあいよいよ決勝戦です。今年の柔道日本一を決めます全日本柔道選手権大会の決勝戦、予想通り正木が進出してきました。一方対する相手はベテランの元谷金次郎との対戦であります。さあそれではこの大会2連覇を正木は全日本目指しているわけですが、去年の決勝戦、明治のあの藤原との、その模様をですねビデオでもう一度振り返ってみたいと思います。どうぞ。初優勝をかけて決勝戦に臨んだこの正木です。相手は藤原、なかなかの実力者。この小外刈りから上村さん、こうして上四方に行くんですね。そうですね、はい、早かったですね。1回コスト、2段コストなんですね。ははそれから倒してから早かった、この連携がなかなか良かったですね。結局1分6秒で、藤原を破りまして、初優勝を飾ったわけです。10年ぶりに新チャンピオンが誕生、ということは52年から60年まであの世界の山下が9連覇を続けましてね、なかなか新チャンピオンが出てこなかったんですが、10年ぶりのチャンピオンになったわけです。天理出身者としては初めてのチャンピオンに輝いた、正木でありますが、この大会2連覇をかけます。さあこちらは元谷金次郎です。36人の選手が参加してご覧のように絞られました。正木と元谷の対戦となりました。昭和62年度の柔道日本一を決めます全日本選手権、主審は村田、副審が松坂、宇賀武史、この男子審判であります。決勝戦は10分間です。左正木、右が元谷。さあ試合開始です。決勝戦、正木よしみ5段24歳、元谷金次郎5段30歳。
寝技に引っ込もうという元谷です。103キロの元谷と148キロの正木の対戦、さあ上村さん、ポイントはどうなりましょうかね。うん、元谷としてはですね、はい、ここで勝つためにはやっぱり寝技に引っ込まないといけないですね、徹底的に。もしはですね、綺麗に持たれてしまったらもう正木のもんなんですね、はい、そうですか。これまで元谷の試合ぶりを見ていますと、4試合のうち2つが崩れ上四方、寝技の得意なところを見せています。一方の正木の方は全て一本勝ち、4試合左の大外で草瀬を、そして上四方固めで中村を、大外落としで、伝線した日陰を、そして払い越しで岡田博隆、78キロを下しての決勝戦。一方の元谷金次郎、堀川を崩れ上四方、大阪を判定、松井を判定、そして岡田龍二近畿を崩れ上四方に破りましての初の決勝戦進出です。払い越しとダメ、場外待てがかかってましたね。あ、待てがその前ありましたね。完全に宙に浮きましたね。この前 の、 あの岡田博隆78キロとの試合ではやっと得意 の、 あの左からの払い腰が出ました。その前の日陰戦、これはどうでしょう、日陰の前線が目立った試合だったですがね、日陰が戻さずにですね、はい、よく攻めました、はい。今の場合これどうなんでしょうか、場外か場内かというところの判定でしょうか。いや違います、そうでもありませんか。正木の引き手がですね、上着の裾に行ってるからそれ反則じゃないかという競技なんですね。あ、そうですか。どうやらこれ決着がついたようですね。主審村田、副審が松坂、古賀武、元谷金次郎選手の方に何か、あるようですね。いや間違いなんですね、正木の方に。あ、そうですか。主審の、村田さんが、そうですね、袖のことをおっしゃってるようですね。はい、決着がついて、さあ試合再開です。背中が正木、向こう側に隠れて元谷金次郎。決勝戦です。決勝戦が10分間、去年に続いて2連覇なるかどうか。正木、十分の組手をこれから作ります。右引き手、左釣り手、十分なところを左の釣り手を取りました。足払い、足払いから、ね、今のは今有効です。これからすぐ寝技に行こうという、まあ、去年のような展開になるかなと思ったんですがね。まあ、元谷寝技できますからね、はい、正木もそう迂闊には攻めれません、はい。今のは出足払いでしょうかね。出足払いですね、はい、これで有効を取りましたね。まず有効ポイントを取った正木です。左からの出足払い、これで落としました。元谷は30歳5段、現在大阪府警です。一方の正木の方は天理大学の教員、今年から教員になりました。まあ、正木はですね、はい、今みたいな足払いが非常にうまいんですね。まあ、150キロ近い体でですね、あそこまで持っていくのはなかなかできないんですけどね、この足払いができるから外人にも通用しますし、はい、いろんな大きい選手でも倒すことができるんですね。決勝戦はその正木と元谷の対戦になっています。この大会残念ながらもう一人のエースの斉藤仁志選手が、欠場をいたしました。したがって決勝戦、この元谷と正木の争いになっています。一つ出足払いで有効ポイントを取っている正木、昨日あたりはちょっと緊張しているんですよというふうな話をしていました。まあ、なるほど、目標になりますんでね、どうしても ね、大きな大会ですから。今回は一人だけでですね、はい、まあみんなからの研究とかですね、まあ、攻撃を受けますからね、はい。今のところポイントでリード、正木よしみです。24歳、5段です。57年から59年まで学生チャンピオン V3 を達成、これは史上初めて。そして斉藤の代わりに出場した59年のソウルの世界学生、世界選手権、これを見事に、無差別で、チャンピオンに輝きました。ご覧のように6分31秒を残しております。ユニバーシアードで怪我をして出場して見事に金メダル、そして世界選手権では補欠であったんですが、斉藤選手が怪我をしてその代わりに出場して見事に金メダル、本当にこの辺りからぐっとね力をつけてきた正木ですね。精神的に非常にたくましくなりましたね、はい。まあ、勝負のコツを知ったというかですね、はい、やはり柔道が随分変わってきましたか。そうですね、はい、落ち着いて見れるようになりましたね。
まあ、どちらかというとこの人の場合はあの受けよりもむしろ攻めの攻撃型の柔道ですね。そうですね、前に前に出て攻めるっていうのが、正木のいいところですからね。ちょっとですね、はい、正木も今相手を見てるような気がするんですね、ここでですね、先ほどのウッコを取った後にすかさずダダダダッと攻めていくようなところをやればですね、簡単に1本取れるんでしょうけどね、まあ、力的にはもう少し違いますからね、はい、相手の元谷金次郎はこれが4回目の出場、警察会では常に安定した上位に来る成績を常に収めています。どちらかというと寝技得意というところで、さてここで主審が村田さんでありますが、あーっと指導が与えられましたね。教育的指導ですね、教育的指導ですね、はい、ちょっと両者が膠着状態になっています。教育的指導が与えられました。今のところ有効ポイント出足払いで一つ取っている、正木の方がポイントリード。なんとか相手を引きずり込んで自分得意の寝技に持ち込みたいという、元谷金次郎大阪府警です。正木の相手が松井かあるいは滝吉かというふうに、まあ、戦前の予想はあったんですけれども、この元谷のこの健闘というのは目立ってますね。そうですね、はい、まあ、尻上がりに良くなってきてますね。そうなんですね、まあ、自分の得意の攻め方の、まあ、はい、返し技とかですね、捨て身技から寝技というのですね、果敢に相手をこう落としてね、なんとか行こうというんでしょうが、正木がもう全く落ち着き払っています。まあ、この辺りにこの第一人者としてのどちらかというと、もう貫禄に近いものさえ ね、 そうですね、出てきた。もう全然動じないですよね、こんなところがありますね。まあ、昨日の話では自分としては斉藤さんとやりたかったですよというふうな、ね、話をちらっとね言ってましたがね、まあ、この辺りで決着つけたかったのは事実なんでしょうね。まあ、ポスト山下誰かということで、まあ、言われて久しい、まあ、正木か斉藤かどちらかしかいないわけでしょうけれども、なかなかその決着がつかない。去年の狩野杯でも、逆に正木の方が怪我をして休むというふうに両者の対戦がなかなか実現しません。まあ、元谷としても、まあ、いろんなあの小打ちですかちょっと出しますけれども、なかなかやはりこの正木の牙城を崩せませんね。そうですね、はい、あのどうしてもですね単発でかけてるからですね、はい、まあ、相手に簡単に防御されてしまいますね。これをですね小打ちから背負い投げとかですね、小打ちからまたもう一回小打ち側に入ってみるとか、はあ、そういう攻め方をするとですね、まあ、大きいものに対してもですね効果があるんですね。なるほどね。正木が左の方を取りました。そして右の方も取ります。両襟をこう取った瞬間にこの人の得意は払い腰、あるいは出足払いからの連携で崩しての、寝技へという技があります。さあ払い腰に行くかどうでしょうか。正木じーっと相手を見ます。タイミングを測っています。正木です。足をちょっと出す元谷、うん、元谷もですね、ちょうどあの正木のお腹のところあたりついてるんですね。はあ、はあ、なんか正木も入りづらいところなんですね。はあ、そうですか。この左の方のこの手はこれで十分です ね。正木のはこれでいいんですけどね、はい、ただ引き手が全然いいところ持てないですね、そうですね、引き手がなかなか取れませんね。ご覧のように左の方で相当にその引き手を嫌っている元谷。時間の方はどうでしょうか。残り3分44秒ぐらい、両者は球の付け合い、有効ポイントを一つ取っている正木芳美です。2連覇を目指します。現在のところポイントリード。出足払いで相手を1回崩しました。さあ払い腰に行きますが、これはダメ、場外。結局右の方の引き手が不十分ですから、なかなかね思い切って払い腰に入れませんね。でこの2人はですねよく練習やってるんですね。ああの正木はよく大阪府警とかそういうとこ出稽古行ってますから、まあ、手の内もほとんど分かっていますですね。そこをどうついたら、この払い腰は防御できるというのまで分かってますから、非常にやりづらいところでしょうね。そうですか。さて正木左の方を取りましたが、右の引き手はどうでしょう、なかなか取れません。もったりの方も得意のそのやはり148キロ正木の方がありますんで落とせませんね。そうですね、はい、まあ、あのできたら捨て技みたいなので取りたいんでしょうけどね。待てで中央に戻されます。3分を切りました。残り3分がありません。去年に続いての連覇がなりますかどうか、正木芳美選手、ま、ここで正木が注意を与えられるんですね。正木が指導を合わせて注意です。そうですね、注意を与えられました。正木の方が注意を与えられました。
ということはこれは有効ポイントが相手に行ったと同じことですね。そうですね。だからポイント的には五分ですね。五分ですね。全くね。さあこうなったらこれはもう正木としてはどんどん攻めなければいけませんね。さて両者ポイント的には、正木が注意を受けてしかも有効は取っているんですがこれでプラスマイナスゼロということになりますので、完全に両者が並んだということになります。ポイント的には並んでおります。さて正木が左の方の襟を取りました。相当に汗をかいています。もったに金次郎30歳、173センチで103キロ、両者の体重差は45キロ、正木が45キロ勝ります。有効を取りましたが注意を与えられました。ああ正木よしみ、残りは2分です。残りは2分ということになってきました。汗が滴り落ちます。決勝戦、今年の日本一を決めます、柔道日本一を決めます全日本の決勝戦です。ご覧のように1分52秒、注意と有効というところに印がついております。正木選手2分を切りました。正木としてはやはり右が取れないと技ちょっといけませんかね。そうですね、まあ、引きが取れないということで非常に苦しんでますね、かなり下の方を取らざるを得ないようなね、今の場合で持つ谷がですね、ちょうど正木の一番嫌なところをついてるんですね。1分30を切りました。さあ正木としてはどうでしょうか。呼吸を測ります。右の大内、珍しい技です。大内気味に前に出ました、今度は右の方は取ってます ね両襟なんですね。あ、両襟ですね。両襟を取りました。得意の払い腰に行けるかどうか、ちょっと手を持ち替えて払い腰に行きますがこれはダメ、結局右の引き手がもう本当不十分ですね。はい、まあ、先ほど下の方を持ってですね、指導を取られましたから、あれで非常に気にしてますね。あ、そうですか。さあ残りは1分、1分3秒、残りは1分3秒です。さあこのままでいきますとどういう判定になるでしょうか。まあ、今のところですね、モフタニが指導を1つ取られてますからね、はい、その分だけ正木が有利でしょうね。あ、なるほどね。正木の方は注意と、それから有効ですね、はい、一方の元谷の方は、指導を受けていると。ご覧のように締め直しまして、まもなく試合再開、残り秒は1分2秒、1分2秒です。時間がなくなってきました。今年の日本一を決めます、全日本柔道選手権、正木左を取りました。残り時間なくなってきます。50秒切りました。ちょっと両者が疲れてきたか、どうでしょうか。正木の方も相当に汗をかいている。おっとちょっと落とした。得意の寝技に持ち込もうという元谷、正木を落としました。正木は腹ばい、ご覧のように上に乗って元谷が返そうとしておりますが、なんせ下の方は148キロ、上は103キロ、30秒を切った、30秒を切っております。正木動かない。148キロ、もう20秒切った、20秒切りました。動かそうとしていますが動かない、動かない、正木が動きません。裏返しにできません元谷。今時計の方が11秒でストップ。なかなか動きませんね。そうですね、はい、正木もですねよく寝技はできるんですよね。へえ、いや、まあ、もったいと寝技やっても、はい、あんま、効果ないもんですから、時間がなくなってきました。まもなくブザーです。ブザーが鳴りました。決勝戦が終了しました。決勝戦終了。今年の全日本日本一は元谷か、赤日本、赤日本です。正木が勝ちました。去年に続いて2連覇を達成しました。目標になってちょっと苦しい試合もあったこの正木選手でありますが、正木よしみ五段、去年に続きましての2連覇を達成いたしました。元谷金次郎の方は2位、準優勝に終わっております。どうでしょうか、こうして表情を見ているとやや正木としてはちょっと不満足かなというふうな感じはありましょうか。表情に、まあ、今までずっと一本勝ちできたもんですからね、
その後、まあ、決勝で旗の判定になったということで非常に本人は不満足だと思います。あ、そうですかね。まあ、力的にはですね、はい、まあ、全部一本勝ちしてもおかしくない力を持ってますからね。ただ最初のですね、引き手をあの指導を取られたのが非常に痛かったでしょうね。そうですね。これで去年続いて連覇を果たした、正木義満選手でありますが、それではちょっと見てみましょう。放送席、それでは優勝の正木選手にお話を伺います。おめでとうございます。どうもありがとうございます。去年はやったという感激の優勝だったんですが、はい、2連覇、今日の優勝はいかがですか。いや、もうホッとしました。ホッとしました、はい、斉藤選手が欠場ということで、あなたにかかるプレッシャーがあったと思うんですが、その辺ご自身いかがでしたか。そうですね、なんかいつもの試合と全然違ったあの雰囲気で、もうすごく緊張しました。いつもの試合と違うというのはどういうことですか。やっぱり斉藤さんもいないし、新聞とかに優勝候補筆頭とかそういうふうに書かれて、そういう意味でものすごく重圧というか、そういうものがすごかったです、いつもより。そうですか、はい、そうすると自分の中でコントロールしたと思うんですが、特にあの準々決勝、日陰選手との試合、ちょっと苦しみましたね。最初も本当負けたと思うぐらい、はい、それでも最後取れてよかったです。あれは自分としては何がどういけなかったんですか。そうですね、なんかこうずっと小さい人ばっかりだったんですよ。なんか気持ち的に焦って、それで焦っていくとまたこうちょっとこう尻餅つかされたようになって、それが悪い方にいったんだと思います。そうですか。まあ、内容はいろいろあったと思いますが、はい、この優勝したということ、はい、今考えてどうですか、意味は。いや、もうホッとしました。ほんまこれが本当の気持ちですね、もう。はい、まあ、今年の秋には世界選手権が控えています、はい、来年はソウルのオリンピックもあります、はい、これへ向けて各選手のマークもまたきつくなるかと思うんですが、はい、また一から頑張ります。ありがとうございました。どうもありがとうございました。正木義満選手にお話を伺いました。では放送席どうぞ。2連覇を達成した正木義満選手のインタビュー、杉林アナウンサーでしたが、上村さん、正木選手の話の中に盛んにほっとしたほっとしたという言葉が随分出てきましたね。そうですね、あれだけですね、はい、優勝校と書かれたらですね、やっぱり優勝した時のほっとした気持ちが分かるような気がしますね。そうですね。それとあと緊張したというふうな、ね、話も出ていましたけれども、やはりあの第一人者というのはそれだけ期待されて、まあ、プレッシャーを受けながらもですね、そういう重圧を跳ねのけてこうしてチャンピオンにつく、まあ、こういう状態がやはり世界に通じる ね、 そうですね、力だと思いますね。まだ精神的にも成長させますしですね、はい、これが、さあ全体振り返ってみましてですね、この正木の戦いぶりというのはどうでしょうね。ですね、まあ、かなりですね、その一本勝ちでですね、上がってきて決勝だけ一本勝ちできませんでしたですけどね、はい、まあ、体調的にはあの非常にその体動いてたような気がしますね。そうですか。ただその、はい、まあ、決勝戦では先ほども言いましたように、あの袖口を持たれたのは指導を取られた、あれが非常にやっぱ攻めをですね、鈍らせてしまいましたですね。そうでしたね。まあ、しかし本人としても責任を果たせたという感じのようであります。正木が見事に2連覇を達成しております。ところで、上村さん、この大会ちょっと振り返っていただきたいんですが、あの先ほどもちょっとインタビューの中出てきましたけれども、あの78キロの、日陰の正木に対する健闘ぶり、それからあと岡田、高波といったね、いわゆるその軽量級のところが随分とこの大会盛り上げたんじゃないでしょうか。そうですね、はい、まあ、78キロの3名がですね、はい、まあ、ベスト4に入ってくると、はい、まあ、今まで、ね、なかったことじゃないかなと思いますね。そうですね、まあ、あの私らとしては非常に78キロ級に、まあ、期待をするわけなんですけどね、はい、まあ、ちょっとですね、まあ、重量級の選手たちが、まあ、ちょっと不甲斐ないかなと、まあ、前野にしろ伊藤にしろですね、はい、岡田にまあ完全にやられてしまったと、はい、いうのはちょっと重量級が寂しいような気がします。そうですか。まあ、重量級はどうにかせんと、まあ、非常に苦しい時代が来るんじゃないかなと思ってますね。またあの世界選手権、それから来年のいよいよソウルに向かって日本の柔道界もいよいよ正念場を迎えるというところに来ておりますんでね、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。解説を上村春樹さんにお願いをいたしました。去年に続きまして正木が2連覇を飾っております今年の全日本選手権でございました。それではこの辺で日本武道館から皆様お別れすることにします。さようなら。